はい、おはようございます。榎本孝之です。ですね、今日はちょっと富士山の近くまで来てるんですけどもね、まあやっぱりこういったところ来ると名物料理みたいなものってあるじゃないですか。で、まあ実際にはね、観光地じゃもしなかったとしても、地元の食材を使ったりとかって言った、商品ですね、例えば埼玉だったら埼玉の小麦粉を使った麺を作るとか、埼玉の野菜を使うとか、っていうことをやって、でそれを商品として、地元のね商品として、仕上げてみるっていうと、結構地元の人喜びますし、まあ外からねそんなに人が流入するお店じゃなかったとしても、地元食材を使ったりとかっていうのはすごく、有効な方法だと思いますので、ぜひお試しください。それでは今日も一日張り切っていきましょう。ありがとうございます。